皆さんこんにちは、トムジャパです。ということで今回なんですけども、海外の CS 勢直差し最強を紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回はですね、また選手紹介シリーズということで、今回の企画は視聴者さんからのリクエストということで、直差しとは思えない CS 勢プレステ5最強の選手をお一人紹介していこうかなと思います。もちろん感度やキーハイチの方も紹介していこうと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。というわけで、その本編に入る前によかったら高評価、通知の方もぜひよろしくお願いします。それでは早速本編やっていきましょう。はい、ということでやっていきましょうか。お一人目はスマークス Z という方ですね。この方はですね、もう本当に直差しとは思えないぐらいめちゃめちゃね、編集とか建築がね早いんですよ。どれだけ早いのかっていうのは早速ねプレイの方を見ていこうかなと思います。さあ、ということでやっていきましょう。この方はですね、ちなみにプレステ5でねやられてるみたいなんですけど、もともとはプレステ4の方でプレステ5に移行したみたいなんですよね。いやー、もうミスがないですね。もうミスがなくて、視点もめっちゃ綺麗。ワンパンしてると。いいね。はい、これ手元だね。貴重な手元。なかなかね、海外の方の手元映像ってあんまりないからね。なかなか貴重です。しかもこれ CS の、あれだからね、直差しだから。めちゃめちゃ貴重映像。やっぱキーボード斜めにしてるんですよね、やっぱり。いやー、もう、編集ミスがなくて、本当に安定してますよね、編集が。いや、うまい。はい、これもまた来ました。はい。貴重な手元。はい、出ました。はい、この登り方もめっちゃいいっすね。もう。あー、でも今、やっと人間見れましたね。やっと人間見れました。はい、まあ、彼は人間です。はい、やっていくと。やっぱ安定してますね。なかなか海外の直差しやられてる方がね、本当にね、いなかったんですよね。本当にいない。最近の海外の直差しの方がね、本当に次々と辞めていって、本当に唯一残ったのがこの方だけだったんですよね。まあ、他にももしね、現役でやられてる方がいたら、まあ、コメント欄でね、本当にアジアの方でもいいので、コメント欄でぜひ教えてください。いや、うまいな、これ。上がり方うますぎやろ。上がり方うまい。これ多分プレステ5だな。この映像多分プレステ5。いやー、隙のない上がり方。いやー、クリエイティブウォリアーね。なかなかだって、直差しでこれっすよ。直差しで。いや、うますぎる。しっかりエイムもね、当てていくと。おーい、フィースコントロール、うますぎ。今のは気持ちいい。はいはいはい、いや、うまっ。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。次はですね、プレステ4時代のプレイ像を見ていこうかなと思います。はい、ということでこちらがですね、プレステ4のクリップらしいですね。さあ、あれ、なんかさっきより編集早くなってる。これ1年ちょっと前のあれのはずだけど。いや、うますぎ。いや、プレステ4でこれよ、 60fps。まあ、PC のキーマンとかだったら、まあ、これはね、できるかもしれないけど、60fps ならね、これはとんでもなくすごいことっすよ。うわぁ、うますぎ。いやぁ、60fps の直差しとはいえど、直差し結構ね、遅延あるらしいからね。それでこの動きはめちゃめちゃすごいね。いやぁ、プレステ4、本当に 60fps とは思えない。まあ、ちゃんとここにね、本当にしっかりと 60fps と書いてますから。はい、ガチの 60fps です。ガチの 60fps。 いやー、ピースコントロールもうまいね。そんなことは編集が早いだけじゃなくて、普通に視点もね、めちゃめちゃ綺麗だから、本当にすごいんだよね。直差しの方は本当に必見です。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。いやー、めちゃめちゃプレイスタイルがうまかったね。はい、ということで、次はですね、このスマークス Z さんの感度設定、キーハイチについてまとめて紹介していこうかなと思います。やっていきましょう。はい、というわけで、こちらが海外直差し最強の感度設定ですね。
ちなみに DPI の方が3200でポインタースピードっていうのがノーマルみたいですね。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。ここまではね、海外の直出し最強一人を紹介してきましたということで、よかったら皆さんもプレイや感度の方も参考にしてみてください。というわけで本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。この動画少しでもいいなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またわからないところがあったり、やってほしいリクエストがあったらコメント欄でぜひ教えてください。またツイッターもやってるので、よかったらそちらもフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。